おはよう。おはよう。果たして今日はここはどちらでしょうか。あれれ、見覚えがあるとこだな。もうお別れですよ皆さん。ここは坂巻農園の田んぼに来ております。なんと今日は坂巻農園の田んぼを撮影してきます。千葉県白子町、ね、いつも通り何ね。そう、田んぼにお邪魔しようということで。でもね、さっきからね見当たらないんだよね。相変わらずいない。そう、勝手に入ってきちゃってるけど、ね、どこにいんだろう、ね、どこにいんだかね。何してんだ か, な な, っちゃうから。いないんだよ本当に。何してんだか、サボってんのか。まだまたダニエル飲んでんじゃないの、酒しか飲まないから。あ、裏切るサボでだけ喋ってるの誰だ。おごめん、なんて言いました。ごめんね。オラゲって自分家のっていうことを、自分の家の子っていうのをオラゲって家の方で言うの。なるほど、そうそうそう、方言だったのね。だから2位っていうの。はい、ってことで坂巻さん、はい、いつも通り、いつも通り、今日もねよろしくお願いしますと。坂巻さん足白いっすね。そうなんですよ、めちゃめちゃ白い。お坊ちゃまね、お坊ちゃまそうです。だから真っ白ですね。そうそう、真っ白なの。めちゃめちゃ白い。はい、そんなわけでね、今日はもうパンツの中まで泥だらけになる覚悟で、素晴らしい、田んぼで撮影していきますよと。いやー、あそこ、じゃあレッツゴー。見て、もう田んぼに入っていないよ。ほら見て、これ多分泥パックになる気がする。嗅いでみて。そうそうそう、臭くないでしょ。え、全く臭くない。これね、お肥料入れてる時はヘドロシがすごい。でもなんか鉄っぽい。あ、まあ、もちろん鉄分もあるから。すっごい、すっごいね。確かに泥パックになるよ本当に。ではではじゃないよ。え、もうあれ、あれ YouTuber 魂。おお、これで後で、おお。田んぼの生き物紹介でございます。このね、マコモちゃんの葉っぱにこのピンク色の卵がいっぱいついてるわけですね。その正体はなんとこのジャンボタニシちゃんの卵なんですね。このジャンボタニシちゃんたちの卵がこの赤い卵になっておりますと。食物連鎖が起こっとる。土壌の死骸をジャンボタニシが食っとるぞ。すごい肉食なんだ。ここに土壌っているんだ。いるよ、すごいね。待ってよ、逃げないでよ。そうそうそう、本当ありがたい。お願いだから逃げないでっと。帰る。ああ、ほら、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。ここも帰る。坂巻農園、田んぼでございます。はい、素晴らしい田んぼです。こちらはどういった田んぼ。ここはもう3年目かな。やっぱり農薬とか、肥料とか全く入れないで、お水だけでお米育てて、自然栽培っていう、そうですよね。で、皆さん田んぼとイメージしたら、田植え機でね、ビーッとね、もうあの美しくね、縦横揃ったものをイメージしますよね。もちろんここの田んぼも、はい、そうだよ、機械でびっちりちゃんと植えたよ。植えた。おおおおお、見せちゃうの。お、裏側。あら、見せちゃった。いいね、どこ見せ。え、あれ、ハゲてんぞ。ハゲて、ハゲて。え、ハゲちゃう。あ、食べちゃったの。俺じゃなくてさ。お、何が。この子たちが。この子たちです。これ、あ、もうちょっと、この子たち。この子たちが食べちゃいました。ジャンボタニシ。ジャンボちゃんがね。ジャンボちゃんが食べちゃった。ジャンボちゃんがね、俺の稲あまりに美味しすぎるみたいで、植えた直後に食べちゃって。見て、ここにも、もう食べてるもん。もう今も食べてる。そんなタニシちゃんにどう思ってます？そう、これね、今見てもらって、一番難しい自然栽培のやり方って雑草なの。おお、雑草のね、取るったり抜いたりがすごい大変なんですよ。おうほうほうほう。うち全然一本もないでしょ。ないね。実はこの子たちが食べてる。なるほど。入ってすぐ思ったんだけど、なんか、なんだろうな、絹の豆腐。あ、そうそうそう。そうだ、こういうのもきっと微生物が分解してくれてるんだよね。まあ、下の方に行くとまだちょっと粗いのはあるけど。あ、本当だ、ここら辺は粗い、うん、けど水のところはもうトロトロでしょ。ここはトロトロ。でも誰も別に辛の、おー、臭くないでしょ。今度違う田んぼ行ってこうやってやってみて。え、やりたい、やるやる。ちょっと臭いってなるかもしれない、うん、俺もそうだったから昔。ここでまた酒豆知識が出てきました。
アーシングっていうのがあって、裸足で、まあ、土の上とか海の海岸とか歩くと、うん、体の中のなんていうの、なんだろう、エネルギーとか負のパワーとかをこう土に浄化してくれるの。そうっていう。まさか。ほんとだって。まさか。でも俺はちょっともうちょっと違う見方をしてて、ほうほうほう、もう全ては電気で動いてるじゃん、うん、こう動きとかも電気振動とかで、うんうんうん、ここにも電気エネルギーがね、テスラが言ってたけどさ、うん、エネルギーが溢れてて、で地球もアースってほら電気流すじゃん、うんうんうん、あの冷蔵庫のアーシングとか、うんうんうん、で電位差だと思うの、うんうん、で人と地球は基本靴を介して繋がってないの、うんうん、家もそうだけど、うんうん、だから電位差を生じるから、うん、地球が人間のことを地球の一部だって認めてくれてない。動物はみんな素足で歩くでしょ。あ、確かに。だから電気がね、電位差がなくなるわけ、うんうん、そうすると地球は、うん、あ、こいつらは俺の一部だなみたいな感じで味方してくれる。この八百屋女優マジで変わってるぜ。見ないうちに。ない、なに、手どうしたの。ドロパック。そう、絶対これね、肌にいいと思う。やってみたい。試してんのね。そうだよ、こうやって。あー、すげー。やったー、やったやったよマジか。そうで、これを乾かして、で、お水で洗ったらもしかしたらツルツルになってるかもしれない。すげーよ、マジこの人。そういや、坂巻さんのこの田んぼ、いわゆるみんながイメージする田んぼ、水の中に稲が植わってる水稲って言われるやつですよね。そう水に稲、水稲。そう。でもなんと、うん、陸でも陸、やってるんだけど、ちょっと俺が遊びすぎて、ジャンボちゃんが陸いないじゃん、うん、草にだいぶ食べられちゃって、草と今ちょっと競合中なんだけど、ちょっとあんまりうまくいかないかもしれない。今年からの挑戦。挑戦。陸稲って書いて、おかぼって大丈夫。陸稲って書いて、おかぼだね。だからいろんな、こう俺は主食を多様性の中で作りたくて、うん、稲も畑で作れたらいいな。うん。稲だけじゃなくて麦も作りたいな。うん。夢がいっぱい。夢がいっぱい。夢がいっぱいだね、そりゃ。そう。いいね。こんな話をしてるとね。はい。乾いてきた。乾いてきた。天然のバッグ。乾いてきました。どう。坂巻さんも乾いてきてる。なんか綺麗に乾くんですね。それで多分ね、パッパって落とすと落ちると思う。楽しみ。みんなでただれたらおもろいけどな。第1回。坂巻農園田んぼ場所、東ごつ山。いいね。西エトゥマール。はい、見合って見合って、発狂。い、残った。エトワール逃げてる。エトワール逃げてる。ゴトゥ山の勝ち。抜けない。超面白い。抜けない。やばい。地球と抱きしめてる。地球と抱きしめ合ってる。わー、超面白い。こんなもんで会社インタビュー。江藤丸、はい、おー、随分と素敵な姿になっておりますが。なんかでもなんかなっておりますがじゃないよ。なっておりますがじゃないよ。どうした。いやー、もうね、最高。最高です。だな。なんかオープニングとだいぶ違う感じになってっけど、もう畑作業これからあんのにもってさ。やめてて、嫁さんに怒られるでしょ。嫁に行けないね。もう嫁に行けない。だからやめてって言ってんの。だから可愛いと。ド S、ド 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 S ですってこの人。もう絶対もう言うとことかもこれ。あー、終わった。もうこれ魚巻農園来れなくなったわ。もう出入り禁止。魚巻農園に来たらこんなことできるんで、ぜひ皆さん。おい、挽回しようとすな。俺来ないけど。おもろかったね。はい、いや、なんかやりたくない。ここにテーブル置いて、真夏の炎天下になんかみんなで生ビール飲むとか。やばい。田んぼでビアガーデンとか誘ってもらえちゃったりするっすか。当たり前だよ。みんなで楽しむ。でみんなでこんなことできんの。いいよ。おー、ミニトマト何個で参加できます。
ミニトマト何個俺がもらうの？そう。参加費。あ、違うか。恵比寿か。そう、参加費恵比寿。そうだ。コーンスターチ入ってないビール。そうそうそう。プレモルか。プレモルか。プレモルか。一番絞りか。そうそうそう。まあでもほら、千葉県に札幌ビールの工場があるから、うん、できれば恵比寿にしてほしいな。恵比寿かな。じゃあ、このね、素敵な田んぼで、こんな感じになりながら、遊べて、そしてビールも飲めちゃうようなスペシャルイベントがやろうよ、開催される。そちらの参加費はなんと恵比寿ビール、皆さんのお気持ち分、お気持ち、そう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 、はい、ドネーションビール、ドネーションビール、おもろいな、やっぱキーワードセンスあるな、言葉選びセンスがある。ドネーション式で楽しいと思って。いつやります、いつやります。8月中だよね、やっぱりカンデリの中で。皆さん、じゃあちょっとね、今後農業全社のインスタなりね、何かで発信していきますので、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしててください。はい、今日はこんな感じで田んぼからは以上です。また次の動画で会いましょう。バイバイ。この動画がいいなって思った人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。この辺かな。終わり。